それではこのアラカブを刺身にしていきます。まず最初に鱗を取っていきます。流しとかで鱗を取ります。どうぞ。流しの中で鱗落としを使って水を流しながら鱗を取っていきます。端の部分とか腹の部分が鱗がどうしても残るので、ここをきちんときれいに取ってください。はい、こんな感じできれいに鱗を取ってください。じゃあ次に、刺身用のアラカブの内臓を取っていきます。まず頭を右側ですね。右側にしてください。でこの顎の部分、この部分をまず切り離します。こんな感じですね。で切り離しましたら、顎のここの部分からこのへその部分ですね、穴が開いてますので、ここまで包丁を入れていきます。こんな感じで開くと思います。そしたら次にこのエラですね。エラの部分をとこの顎の部分、ここがひっついてますので、ここを切り離します。はい、こんな感じ。であとこのエラが頭のこの部分、真ん中ら辺に一緒についてますので、ここを切り離しておきます。ここまでできましたら、あとはもう魚を押さえて内臓を引っ張り出してください。こんな感じですね。あとこの白いの、これは浮き袋ですので、これはもう手で引っ張ればきれいに取れます。こんな感じで、ここまでできましたらもう一回きれいに水洗いします。じゃあアラカブの内臓を出しましたら、きれいに水洗いしていきます。この時、魚についている血合いとかもきれいに洗い流してください。こういった感じですね。ここまできれいにしてください。きれいに水洗いしたアラカブ、これを今から刺身用にしていきますので、まず頭を落とします。頭を左側にして、ちょうど頭のてっぺんからこの釜の部分、こんな感じで斜めにまず切っていきます。こうですね。そしたらこの中の背骨ですね、骨の部分を切り離します。こうですね。できましたら反対側を向けて、同じように頭のてっぺんから釜の部分の部分を切り離します。はい、こんな感じですね。ここまでできましたら、次に三枚おろししていきます。はい、どうぞ。はい、頭を取ったアラカブを今度は三枚おろしにしていきます。頭側を右側にして、まず腹の方ですね、腹の方、ヒレの上のあたりに軽く包丁を入れます。こんな感じ。そしたらこの中のこの骨の部分ですね、ここのところまで包丁を入れていきます。その時にこう横に骨が走ってますので、その部分の上を行くように、ここの包丁の腹ですね、この部分で骨の上をきれいに行くようなイメージで、こんな感じです。で中までしっかり包丁を入れます。ここまでできましたら、今度逆を向けて、背ですね、背の方に包丁を入れていきます。同じように、ヒレの上の部分、ここに
回軽く包丁を入れていきます。そしたら中の骨の部分まで、背骨のところまで包丁をゆっくりゆっくり入れていきます。この横に走っている骨の下を行かないようにゆっくりゆっくりしていきます。こんな感じで両方ともきちんと背骨の部分まで包丁が入りましたら、左手でこういった形でつまんであげて、尻尾の部分に一回切り離さないで切り込みを入れてあげると、ここで指が通ります。ここで押さえて一気に手前に引っ張ります。で切り離せばきれいに下ろすことができます。次に反対の身も同じように下ろしていきます。ヒレの上に一回切り込み入れていきます。軽く。で中の背骨のところまでしっかり包丁を入れていきます。同じように逆を向けて、ヒレの上に一回軽く包丁を入れます。で中の骨、背骨のところにきっちり包丁を入れていきます。同じように切り込みを入れて、指で引っ掛けて前に引っ張ります。この時に、ここの部分、ちょうど頭から、4分の1ぐらいですかね、この部分のところで包丁が引っ掛かると思います。そしたら今まで寝かせで先ほどはこう手前に引っ張ってたところ、少し包丁をこう立てるような感じで、ここの骨だけを切っていきます。こことこれがひっついてますので、ここを切り離してあげます。って感じですね。そうするとこちらの身に身がつかなくて、きれいに下ろすことができると思います。これが3枚おろしです。で3枚におろした身を、今度はお刺身用に皮も剥いていきます。まず最初にこの腹骨、この腹骨を取っていきます。腹骨はここの中骨ですね、真ん中に、ここにも骨が入っています。小骨ですけど、ここの部分とこの腹骨がひっついてますので、この部分を一回軽く包丁を入れて切り離してあげます。そして右手の包丁で少し上にこうすくい上げるようなイメージで、でこちらの左手は上から押さえつけて、こうやってサンドイッチですね、こうやって挟み込むような感じでゆっくりゆっくり骨だけを切り離していきます。こういった感じですね。こちらも同じように、まず骨、中骨と腹骨がついている部分、こういった感じで切り離しております。そして先ほどと同じように両手で挟み込んで、腹骨だけをきれいに取っていきます。次に皮を剥いでいきます。いろんな皮の剥ぎ方あるんですけども、今日は尻尾の方から頭の方を手前に包丁を動かして切ろうと思います。こういう薄刃ですね、峰の薄いこういう包丁があれば一番いいと思います。ご家庭用のステンレスの包丁でもいいと思います。まず最初に尻尾の部分に軽く切れ目を入れて包丁を滑らせます。この時にまな板と包丁の間に皮が来るような感じで、上から押さえつけるような感じですね。でその時この尻尾の方の皮、これは向こう側にピンと引っ張ってすると綺麗にこんな感じになると思います。ここまでできましたら、左手で尻尾ですね、これを向こう側に皮を張りながら包丁を手前に
こうやって動かしていきます。あんまりこれ包丁をこうやって立てすぎると皮が切れてしまうので、まあ、程よい感じで前板の上に包丁を滑らせるような感じでゆっくりゆっくり動かしていきます。そうするときれいに皮だけが取ることができます。お願いします。はい、それでは皮を取ったアラカブですね、これを刺身にしていきます。まず、この中骨ですね、中骨が指で触ったら分かると思いますけどこう走ってますので、この部分を切り離してあげます。でここにもまだ残ってますので、この大きなに包丁を入れて中骨だけを取ります。こういった状態ですね。こういった状態ですねってもう一回言ってください。でこういった状態で、背と腹と分けてください。これが中骨です。じゃあ続けていきますか。これを刺身にしていきます。で身があまり大きくない魚なので、薄造りが一番きれいに見えるかと思います。薄造りの時は高い方、こちらは低いですね、こちらは高いです。高い方を奥にして、手前に置いてください。で包丁をこういった感じで斜めに入れていきます。もうお好みの厚さで切っていってください。こういった感じですね。でその際に、盛り付けるときにこの部分を少し指で裏側にこんな感じで折り込んで、ああ折り込んでもう一回、ここの部分を裏の方にこういった感じで折り込んで、で盛り付けるとこの角がきれいに立って見栄えがすごく良くなります。これでアラカブの刺身の完成です。